はい、今日の私の朝ごはんは、ご飯に味噌汁、油揚げと小松菜とわかめ、あと卵を落としてもらった味噌汁で卵豆腐です。実家に今帰省しててご飯は作ってもらってるんですけど、やっぱり帰省するとヘルシーなご飯になります。はい、今日のお昼ご飯はなんか甘いものが食べたかったので、このなんだろうこれ、デニッシュパン、外側は白ホワイトチョコレートでコーティングされてて、中はこれピスタチオクリームなどです。いただきます。うん、おいしい。久々ピスタチオクリーム食べて美味しい。ホワイトチョコレートも美味です。